ロート製薬公式 YouTuber の根橋こころです。弟の音です。今回の企画はロートの新商品を考えようです。今回はロート製薬にこんなものを発売してほしいという新商品のアイデアを2人で出し合いたいと思います。2人で出し合いたいと思います。いや、え、なんでそんな反応薄いのよ。いやいやいや、それはあの会社でやればいいんじゃない。いやいやいや、ここも会社だから。ええここも会社だから。ここもあのロート製薬と関係のある会社だから。え、ここでやんの。そう、お姉ちゃんがやるなら弟もやる。当たり前。男子高校生のさ、柔軟な発想って非常に重要あるんですよ。マジで本当に。だからそういう案をぜひとも出してもらいたい。いいですか。あ、はい。というわけでね、お題はロートの歴史を塗り替えるような全く新しい商品です。はあ、斬新な。そうです。斬新じゃなきゃダメなんです。なるほど。最終的にそれぞれ一つずつアイデアを絞って、どちらが優秀なアイデアか私の先輩社員サトチーさんに判定してもらいます。あ、出ました、サトチーさん。これもしかしたら、商品化される可能性もあるかもしれないですよ。マジっすか。だからね、精一杯頑張ろう。え、勝っちゃうよマジで。いやいやいや、柔軟な発想見せちゃうよ。いいの。何を言ってらっしゃる。もう正式な社員に負け、正式な社員が負けるはずはありません。もうグダグダだよというわけでね、新商品会議スタートです。はい、できました。お早。これは前から作りたいと思ってたやつで、はい、私根橋こころパッケージの目薬、めっちゃ可愛い。絶対可愛い。え、ちょっとお題をもう一回言ってもらっていいですか。根橋こころパッケージの目薬。それはあんでしょ。ロートの歴史を塗り替えるような全く新しい商品。いやいやいや、歴史を塗り替えるほどの斬新さがありますか。あります、あります。あるんですか。いや、もうリトルナースマークちゃんの次ですよ次は私がロートの顔になります。本当にすごいところと戦ってるよ今。そう、もうロートのね、歴史をもう塗り替えるこの根橋こころが、そういう商品ですよ。まあ一つの案ですけどね。まあ、でもあれだよね、まあ実際に商品化されたらこれは嬉しいよね。いや嬉しい、もう私が全部買い占めちゃうかもしれないいやいやいや、やめてください。私の家族が、あ、音をね、買い占めちゃうかもしれないもんね。どうだろうねだったら音もパッケージに入れてよ。いや、音はダメだ。なんでだよ。いや、やっぱさ、男子高校生の目薬買う？男子高校生がパッケージの目薬買う？買います。いや、あなたは買うかもしれません。じゃあ仮に40代、50代の人買う？なんかさっきから何言ってるの？いや、そういうことだよ。だから幅広い年代の人に買われる顔としては私です。だからその姉ちゃんのところに俺も一緒に入れてよ。何があるかな。そうだな、そうだな。でもあって嬉しいやつがいいよな。うん、ロートの歴史を塗り替えるやつだからね。そうね、だから今までロート製薬さんがなかなか出してこなかったようなものをね、出したらいいんじゃないかなって思うんだよね。そうだよね。はいはい。なになに。あの音の公式フォトブックとか、イラ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 イ、売れるでしょ。売れない。いや、これ一定の需要があります。いやいやいや、どの一定。しかも弟。いらないいらない、私絶対いらない。はい、というわけでね、全然ね、あの商品化する可能性がゼロな案でしたね。やっぱロート製薬って食品にもレストランとかやってるからね。そうだね。だから目にいい食品とかさ、ほら、食べる目薬とか。食べる目薬、食べる、食べる、ブルーベリーをめっちゃ配合して。まあ、そうだね。そうそうそう、形はちょっとあの目薬っぽいね、Vロートプレミアムの形にしてマジ。でも、え、それ食べてさ、めっちゃ目良くなったらさ、え、売れません？でもちょっとあのブルーベリーとかはさ、あれいいけどさ、あの食べる目薬ってこう、なんか薬を食べるみたいなのはちょっと。実際の案としてはいいんじゃない、食べる目薬っていうのは。まあでも食べてね、目が良くなる、健康にいいっていうのは、そうめっちゃいいと思いますよね。なるほどね。なかなかいいですね、私のはね。あ、はい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 。やっぱりなんかネバッシーとかいるじゃないですか、このチャンネル、公式の新キャラクターを出すというのはどうですか。お、いいんじゃない。詳しく。いや、やっぱ可愛い方がいいよね。実際にやっぱ可愛い女の子キャラクターとかがいいよね。なんか得体の知れない怪物みたいなのじゃなくてさおい、ネバッシーのこと悪く言うな。
ロートの商品とかけて、うんうん、デオコちゃんとかどう？デオコちゃん売れるよこれは。あ、でもさ、めっちゃいい匂いしそうだよねその子。そう、あ、いいんじゃない。ちょっと後でイラスト描くから。あ、描いてくれんの？そう、どんなの。いや、これはちょっと楽しみ。イメージが俺あるからさ。そう、デオコのさ、あのマスコットキャラクターとして出るかもしんないよね。そう、パッケージに。そうだよ、グッズとかね、展開されるよ、もう。それはあの後でデザインを見てからね。あとはどんな台？あとどんなだろう。もうちょっと高校生のほら柔軟な発想をさ、よこしなさいよ。男子高校生も使えるやつとかがいい。そうだね、消しゴム。消しゴム？おー、私パッケージの。あ、ファンクラブあるんでしょ、だって。すげえ自分売り出してくるね。ちょっとロートのために考えてよ、ちゃんと。自分のためじゃないからね。はい、わかりました。あー、私めっちゃいいの思いついた。その言い方だとあんまりちょっと期待できないんだけど。え、本当にそんなこと言っちゃうの？言うよ。え、じゃあ言ってよ。じゃん、目薬イヤリング。お、目薬としても使えるし、イヤリングにもなる、一石二鳥の商品です。おー、いや、めっちゃ良くない？え、だってさ、耳にこう女性がプラプラさせて歩いてて、あ、目が霞んできたってなっても、こうスッて出せるんだよ。こうカバンの中を漁らずに、まあ、つけてるからね。そうそうそう、触れて、まあ確かにピッてさせるんだよ。めっちゃ便利じゃない？まあ便利だね。まあ斬新だし。いやー、私めっちゃいい案出したんじゃない？ここまでなんかいろんなこと言ってたけど、うん、最初からちゃんとしたのあるから。あるの？うん。それはずるいよ。これはだってほんとちゃんとしたのだから。いや、それはずるいよ。 V ローとハイパープレミアム、うん、何それ、パクリじゃない？パクリじゃないよ。V ロートプレミアムのパクリじゃないの？これのさらにもっと上のやつ。あー、まあまあ、ありそうだけど、うん、うん、ハイパーだから。でもさ、別に V ロートプレミアムでよくない？いや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 、さらに、うん、こうだからいろいろ成分とかもね、うん、厳選して、うん、でしかも手作りなんてどう？もうだから一個一個手間暇をかけて丁寧に作り上げて。うわ、それ大変じゃないかな。そうだから成分をきちんとこう精査して。へー。で、まあまあ当然ね、ちょっとやっぱ値段も、うん、まあその分 ね、高くなっちゃうよね。こんなのどうですか？売れる？いや、売れるよ。いや、これが売れるんだよ、こういうのが。じゃあそれ最終で決定していい？おう、もちろん。いいね、そのアイデアで。いや、もう正直これが一番自信あるからね。まあまあ、今まで出た中ではね。まあ私は目薬イヤリングで提案しようかな。あ、それでいいの？うん、いや、これ絶対いいと思う。いや、ほんとに？私多分価値が見えてます。いいの？自分のパッケージの商品じゃなくて。いや、だからその目薬イヤリングをパッケージで売る際に私の絵を使ってもらうんですよ。抜け目ね。じゃあね、この2つを名前を伏せた状態でサトチーさんに提出してきます、私は。はい、いや、楽しみです。はい、じゃあ行ってきます。新商品の案のレビューをいただきましたよ。はい。いやー、どうなっていることか。どうなったんだろう。これで勝敗決まるからね。いや、そうだね。え、覚えてる？自分が出した案。覚えてる覚えてる。 V ローとハイパープレミアム。オッケー。私は目薬イヤリングね。うん、いやー、私が勝つと思うけどな。じゃあ、レビュー読んでいきます。はい、お願いします。はい、心ちゃん、新商品企画拝見しました。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、まずはですね、V ローとハイパープレミアム、素晴らしい視点ですね。自分へのご褒美、または大切な人へのプレゼントとして需要が伸びそうです。お、いや、やった。なかなかいい反応ですね。これは嬉しい。まあ、しかし、ロートの目薬は無菌で製造するため、残念ながら手作りはできません。完全自動化した製造ができるかの実現性も考慮する必要がありますね。あー、まあ、なるほどね。続いてですね、目薬イヤリング、とてもユニークで面白いですね。今までにない斬新なアイデアだと思います。ありがとうございます。ただ商品化を考えると、いろいろ問題も出てきそうですね、うん、長時間耳につけて痛くならないかとか、どんなデザインなら若い女性にもつけてもらえるかなどなど、そのあたりをさらに深く考えていく必要がありそうです。まあそうですよね、うん、というわけで、私の独断と偏見ですが、より優秀なアイデアは V ロートハイパープレミアムだと思います。やった。嘘でしょ。わー、イエーイ、マジですか、サトチーさん。いや、やっぱりね、ハイパープレミアムか。マジか、私負けちゃったんだけど。いや、まあでも一概にさ、勝ち負けで決まることじゃなくない？人によって感じ方は違うから、サトチーさんに
にはVロとハイパープレミアムがいいとしてもですよ、私の案がいいって思う人もまあ少なからずたくさんいるかもしれないというわけで、いやいやこれはねちょっとね、難しいですね、勝敗決めるのね。おい自分で決めたルールだろ。いや難しい、いや難しいな。これは第2弾も考えていく必要があるかもしれないですね。この私のアイデアがいかに素晴らしいかというのをね、いやいやぜひそこで皆さんに見せつけていこうと思います。いや俺も次絶対斬新なアイデアまた出すから、斬新なアイデアを出していきて、斬新なアイデアを出して負けないからもう、ね、じゃあ皆さん、皆さんのみんなもどんどん思いついたアイデアあったら、うん、ぜひ送ってください。私にそうですね、ツイッターとかでね。じゃあ皆さん、うん、おつねばー、おつねばー、ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、ツイッターを見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎーと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。